はい、どうも、ネングシューターと申します。今回も石壁の戦い続きをやってまいります。それでは前回のあらすじでございます。前回建安への侵攻、そして戦費討伐向かっておりますが、どちらも成し遂げておりません。マップで見るとこんな感じですね。南海から、そして海警から二方向から建安を目指しております。南海から露宿など出ましたけど、露宿総飛軍の序章によって討ち取られてしまいました。一騎打ちでの討ち取りです。露宿は死亡。その悲しみをバネに我々は再度建安を目指しております。陸遜も手負いのまま進んでおります。士気はわずか65。一方戦費討伐17万まで減らしております。まだ半分いってないですね。一旦ここ後ろ下がろうと思いますね。前出ても17万を倒さないとやはりですね、包囲難しいかなというところでございますね。果たして今回建安、そして戦費勝つことができるのか、考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。さて建安ですね、各愛が出ております。なんとか抑え込めないか、ヒヤを打った。おっと、天竺の施設戻ってまいりました。アシュラをまたください。アシュラじゃないか、先祖突撃。これで10個目かな。先祖突撃なんかとてつもなく僕強い気がするんですけど、気のせいですかね。各愛撃破。おっ、捕らえましたね。これはいいぞ。トーマスがはかどる。いやいやいや、やりやしないですよ。そして劉備先方つきました。こちら一旦引いております。うん、ここら辺で引きますね。ということで劉備さん、パルティアン行っちゃいましょうか。パルティアン、劉備のパルティアンショット単発しかしダメージ入りましたね。きっちり混乱も入っている。うん、張飛が無傷で倒していく倒していく。これはナイス連携。お、アシュラを叩き込む。ナイス。17000、これで残りが15万ですね。なんとかここは撃退し続けていきましょう。なんか8万切ったぐらいでやっとね、終わりが見えたっていうか、あーっと、なんか連携食らったな。3連携。ちょっと待ってください。これ全員怪我してるんじゃないですか、さすがに。うわー、真っ赤っかじゃこれ。でも死ぬことはね、ないんでしょうかね。全員軽傷か、あれだけやられて。治りも早いってか。これはこちらもですね、結構な人員が必要ですね。戦費残り148000、なかなか減っていかないですね。ここね、小出しですからね、ちょっと困っちゃう。そしてこの入り口の狭さと、ちょ突がいると前出ちゃう。ちょっとちょ突控えようかな。張飛を久々に出したのでやっぱりね、なかなか難しいですね。宗信がやってきた。各愛を返してくれ。ここはね、各愛私たちも欲しいんだ。山勝ちの土地、各愛が欲しい。言えば言うほど承諾の流れだけども、いや、ここは本当に欲しいんだ、承諾それよりもお金なんだよ。いや、本当は各愛が欲しかったんだけど、しょうがないよ。もう流れは大事にしないと。僕はね、実況プレイ動画なんだもん。戦費6000、なんでしょうね、戦費の癖、細かく出してくる。でも細かく出されると一気に減らすことができないから、それはそれでね、持久戦になっちゃうんですよね。なるほど、持久戦はこちら不利か。うん、撃破早いな。さて出た火力要戦、撃破していく。これ異民族も采配いけるんですかね。采配で戦車戦車と。まあでもちょっと異民族采配とかね、私あんまりしたくないな。お、32000、ちょっと多め出してきましたね。8000とかいます。戦費軍師倒す。あー、でも今日が前出ましたね。ちょっといかんな、
この場所は。うわ、ちょっと3人もいるから前出ちゃいましたね。これに引っ張られて前出ちゃうとね、余計やられちゃうんで。そしてローマついて808、もうちょいですね。頑張りましょうローマ。よし、撃破はしていく。撃破。あー、でも今日がやられちゃいますね。月が変わりまして戦費回復多いんですよね。4000だけ出してきた。この小刻みな部隊数攻撃、援軍に来た今日やられてしまいました。突っ込みすぎだ。このちょっとつ2人も退却指示ですが、突っ込んでしまうのか。一体倒す、前に出るな、後ろに下がれ。下がらない、ライドは下がらない。参戦を持っているが下がれない。あれ、また14万に上がってる。どんどん増えるな。そういうこと、小出し小出しなら出した分増えるってこと。さて、天竺に着きました。またですね、アッシュラ人じゃなくてなんだっけ、先祖突撃いただきたいなと思っておりますが、長歩なんとか引いてる。うん、でもなんかここまで来るとやられちゃった方がね早いような気がいたしております。さて、ここで先鋒を打ちたいところ。パルティアンショットが出て、キッチッキッサックかましまくる。いいですね、諸葛家の息子さんはいいな、素晴らしい。前に前に寄せてきますが、さばいていく。戦費残り116,000。ああ、ここでまた4000出しか。なんかこれあるんでしょうかね、法則が。で、次でまた回復するんで、そこでまた2万ぐらいね増えるかな。その繰り返しであんまり減らないようにしているのか。さて、撃破をしていく。ここで負傷兵チェックしましょう。うん、こちらそんなに減ってないですね。攻撃だ。パルティアン、これ全滅いけるかな、4部隊。お、連携入りました。ちょっともったいない。なるほど。あ、こういう効果もあるか、小出しの方が。オーバーキルさして効率を下げる。あらららら、ちょっと諸葛閣。3点いかれてる。攻撃力がね強いですね、異民族陣形は。懸案攻撃、ここまで詰めておりました。先祖突撃かけてまいりましょう。うん、しかし両毛が足止めを食らっている。なんでだ。あ、懸案の足止め両毛に入っている。ちょっとまずいなこれ。両隊がもう先に入っているが、行ってしまうぞこれは。おっと、入れた、先祖突撃入れました。ただではやられないというところ。うわ、すごいなこれ、耐久が一気に1000いきましたね。まあその前から照射入れてるんでその分もありますけども。で、リクソン極炎全能力ダウン、懸案にかましていきましょう。極炎イフリート2世だ、我が兵法兵法。おっと、これで耐久半分、懸案の耐久は半分だ。懸案攻撃2ターン目、まず旅隊が持たないかな。残り兵数212、懸案の耐久は991。まあなんとかこのターンでは落ちそうではありますが、耐久最終段階、両隊の兵数はわずかに。両隊、おっと、ここでも行っていない。なんとここで孫権の先鋒太鼓有略壊滅。しかし、ちょっと待って、すいませんね、諸葛亮新さん希望。おお、結構多い部隊数出してきましたね。で、我々ですね、思い出したかのようにですね、火をつけ始めました。今さら思い出しましたよ、家計があるじゃないかというところでございますが。あー、ダメだな、弟子がもう前行っちゃうんだ。山田と特に登山が下手ですね、泣いては。なので新さん希望で助けてあげましょう。今度は眼光を持ってきました、新さん希望。うん、かましていく。おーっと、これは諸葛閣
追いっこ連携だ。おっといいぞ、チョウンがアシュラを放っていく。チョウン統率1上がって94。さて両毛戦争突撃かまして終わりにしましょう。いらない気もするけども、戦争突撃ドカーン。これあれじゃないですか、これ上兵ダメージもかなりでかくないですか。ケアン制圧。光悦サンエスとの外交が可能になりました。もうですね、サンエスと外交そんなの無理ですよ。もう交戦状態だ。我々は捕虜13人多いですね。どうぞ。フォリア、ちょっと戦争突撃見ましょうか。先方の強さこちらですね。戦争突撃、武力依存、耐久ダメージ、ダメージ、まず耐久ダメージが240ポイントですね。これ勝者とどれくらい差があります。勝者と同じですね。耐久ダメージは勝者と同じ。問題はですね、効果2の方ダメージ、これ上兵ダメージですね。15。いやこれ耐久よりもこれこっちの方がメインじゃないですか。これ15って、まあ、最高レベルでもないけど、最高は20だと思うんですけど、ダメージのレベルっていうのはすごいな。15、軍神と同じですよ。買うの軍神とマジか、これ普通に強いじゃないか。そっかそっか、もう勝者出すときはもう戦争突撃つけないとダメなレベルですね。もうね。一方こちら戦費ですね。今回戦費を討伐できるのかというところかなり不安になってまいりました。さあ泣いていけんのか。泣いてが後ろに下がらない。さてさて、長雲が移動していくところ、強い、長雲は強い。親愛入ってますからね、余計に強いですね。もうちょい長雲左に行きたいところ。少し周軍行ってしまった。戦費8000か、小出しだな。進まないな、なかなか。で今出てるのが2万と700、この2万戻っちゃったりするのかな。戻られるとかなり厄介だ。よしよしよし、趙雲が移動しつつ敵を倒しております。天竺からの使者戻ってまいりました。ちょい、映さないようにしないといけない。ガネーシャの使者、戦争突撃、これで15個ですね。勝者の武将そんなに多くないからこれでもう足りるかなといったところ。あ、また登山家が前に出て、また登山家前に出る。ちょ、出ないで登山家。おお、でも登山家だいぶ倒しましたね。今登山家違うか。1万3000出して残りが6万8000、ちょっと進んできましたね。あ、ここで出しましたね。あ、よりによってそれ出す、みんな来ちゃうよ、君のところにみんな来ちゃうよ。ちょっとちょい、退却、登山退却、中止、登山はがっつり囲まれとるやないか君、わざとか。いやーダメだな、移動させてただけなのに。ギリギリ生き残ってる登山家。おっと3000刻んでくるな。馬食壊滅、予定通りですね。ほんとちょっとつには気をつけなきゃいけないところ、特に。さてパルティアンショット出してまいりましたね。よしよしよし、倒すのはねそんなに難しくないんですけど、拠点の兵数を減らすのがねかなり難しいですね。また2万近く回復しまして、今度は3万出してきた。そろそろ勝負ですね。ちょっと待ってください、ここで大気大徳出しましょう。趙雲がかなり回復するはずです。大気大徳頼むよ。ここで単発は嫌だ。しかし趙雲2800回復だ、でかい。うん、そしてマーレンジャー連携が出てますね。アシュラ人、うん、そしてローマからの使者、まだか、まだですね。あともう一回行けば大丈夫か。バテツ移動途中壊滅させられてしまう。
よし、ようやくですね、ようやくなかなか迎撃できるような体制整えましたね。良きところで新三希望を放っていきたいところですが、今のところ難なく倒せている。お、いいですね。やっと防御陣形を作れたところ、うまくいっております。6500出して残りが4万を切りましたね。7部隊こちらに向かっております。おっと、諸葛亮のパルティアン入りました。2部隊やっていく。3部隊だ、すごいね。パルティアンまた放った。ヒーだ、2部隊撃破。強い強い、ヒーが強い。そして宝石と諸葛亮撃てますけど、ここは静観しましょう。おっと、アシュロ出した。戦費残り、お、結構出してきたな、これ。このターンは残り18000。これそろそろ前出てもいいかなというところですね。しかし我々ファイアーウォールを張ってしまった。まず突っ込んでは来ないか、突っ込むまではしない。コチュ突突上がる。どんどんと倒していきますが、うん、ここは行きましょう。新三希望、まずここで無力化させてから前に進みましょう。おっと、連携だ。何を出す、リュービーは何を出す。うーん、微ホイミだ。微妙なホイミを出していく。これで戦費は残り2万弱だ。戦費1万8000からのここでもね、出してくるんですね。残りが6000になった。これはチャンスでしょう。さあ、我々前に進もうというところ。突っ込んできますね。バウン力はちょっとやばいかな。おっと、この連携だ。新旧、うわ、一撃と思ったら5000がまだ残っている。どうですかこれは。パルティアンショット、これで無傷でいけるというところで、新しいラインナップ加わっていく。賞金はいきそう。あ、両方もいきそう。なんか5の人ばっかりいくな。月が変わるとですね、また回復ですね。おーっと、2万出してきた。残りが2000。さすがにここを撃退すれば我々戦費その土地に攻めることができる。うん、撃破。甲冑がまず先陣ですね。甲冑馬隊前に行っている。そして諸葛亮も前に出る。うん、撃破。バウン力が行きそうでいかない。なかなかいかない。ではいよいよ戦費の都市に向かって突き進む。敵部隊は残り1部隊撃破していく。もう遮るものはない。進むのだ我が職軍。馬隊がまず射程圏入っていく。諸葛亮も射程圏入って、甲冑も入った。おっと、アシュラ陣一発。うわははは、13500。マーレンジャー連携だ。今回も決めてしまった。異民族に抜群に強いマーレンジャーだ。戦費を従属させた。やりましたね。いやいや、今回もですね、なかなか辛かったですね。次異民族とですね、戦うときはなんか他の手でいきましょうね。いろんな戦法を試しながらやってまいりましたが、さて、戦費まで倒しました。そして今日は懸案取りましたね。これによってですね、南側西宗と県業二都市となっております。また三越、これはもう私たちですね、敵視になっておりますから、もう対立は決定的。三越も倒すかどうか、それとも親善を送るか、どうなることやら。というところで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。